国鉄滝51950経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、フタルサンジオクチル専用の35トン石タンク車として1964年4月11日から1970年10月2日に、かけて3ロッドット3両が富士重工業。 新潟鉄工所の2社で製作された。本形式の他に、2人30億チルを専用種別とする形式には、多3000系、多分7800系の2形式が存在した。落成時の所有者は、花王石鹸、日本石油輸送の2社でありそれぞれの常備駅は、神奈川臨海鉄道浮島線の末広町駅、名古屋臨海鉄道南高線の名古屋、南高駅であった。 1980年8月13日に、花王石鹸所有の2両が、日本石油輸送へ、名義変更され、常備駅は、名古屋南港駅へ移動した。タンク帯は、普通構成のドーム付き自家円筒型であり、二役方式は、タンク上部にあるマンホール、または、駅入管からの上入れ、都室管からの下出し方式である。車体色は黒。 寸法関係は、全長は12800ミ、mm、リメートル、全幅は2500ミ、mm、リメートル、全高は3830ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は8700ミ、mm、リメートル、事業席は35.5立方メートル、事情は16.9トンから17.7トン、換算量数は、積車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に承継され、1995年度末時点では全車建材であったが、1999年8月に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。